え皆さんこんにちは美容家の佐岡めぐみです佐紀めぐって呼んでください最近本格的に寒くなってきましたよねだから秋冬のクリームを探している方って多いと思うんですよね今年はお金をかけてでも次元の違うクリームを使いたいレベルが違うクリームを使いたいっていうふうに思っている方におすすめしたい超高機能新知見盛りだくさんなクリームを2品ご紹介していきます で一つ目はこちらです。オバジーダーマードバンスドリフト、はい、ジャーです。こういう感じ。はい、結構こっくりしてるテクスチャーなんですね。で伸ばすとまあ伸びがいいです。ただあのね本当にね油性感があんまりないのね。油性感がなくて全然ベタつかないんです。塗った後ちょっと手だと分かりにくいと思うんですけど、ピーンと張ります。なんだろうこのごめんなさい何のかグ,グリーンフローラルみたいな香りがします。 あるですよ。うん。これは実はね、張力がコンセプトのクリームです。皮膚の聴力メカニズムの新知見が取り入れられた商品になります。これどういうことかっていうと、なんかね、あの小町さんが人工皮膚っていうのを開発してる過程で見つけた新知見らしいんですけども、あの皮膚には横に引っ張る力が働いてると、皮膚全体だけじゃなくて細胞一つ一つにも聴力がかかっているっていうことを発見してるんですね。 あの若いとこの細胞の張力があってこの細胞の張力によってあのコラーゲンを作る繊維が細胞っていうものに負荷がかかってるんですってそうすることで繊維が細胞内にある MRTFA っていうタンパク質が活性化してコラーゲンとエラスチンの産生を促進していくっていうつまり張力によって。 ハリが生まれるサイクルが作られているっていうことをオバジさんは発見してるんですねすごいよね人工皮膚作ってる過程で見つけましたっていうのもいいストーリーだなっていうふうに思いますだつまりねハリの司令塔なんですよねこのちょっと難しい MRTFA っていう タンパク質はこの針の司令塔のスイッチをオンにするっていうクリームなんですね。これ何の成分がやってくれるかっていうと、えっと芍薬ネイキスっていう成分に繊維が細胞内の MRTFA を若々しい聴力による負荷がかかった状態のように活性化する効果を見出したっていうふうに言ってます。もう何百種類ってスクリーニングかけて見つけた成分だと思うんですよね。おばじさんのあの研究成果が現れているのかなって思い思います。 とその負荷がかかってないじゃな、ね、そう、だからダランとあの細胞自体に張力がかからなくなっちゃって、細胞に逆に負荷がかからないとこの MRTFA っていうスイッチが入らない。そうするとコラーゲンとかエラスチンの産生が促進されないということになるっていう発見なんですよね。コラーゲンとエラスチン産生のメカニズムの一つ、負荷がかかるとなんか悪いのかなっていうふうに思うけど、ある程度やっぱり。 ピンと繊維が細胞って張った状態が一番いい状態この聴力っていうのはすごく大事これ余談なんですけどエーデルマイス幹細胞エキスっていう成分があるんですけどこれも結構繊維が細胞の聴力に着目されててマクチナイザーにも配合している。 成分になりますで、えっと他にも「パワーリフトテクノロジー」って言ってるんですけども着薬のエキスのほかにカプロオイルテトラペプチド3あとコラーゲンマヨナラハエキスっていうのが配合されてますね。でその他にもコラーゲン針を司るものそれからエラスチンこれは弾力を司るものなので、ね、ゴムみたいなもの引っ張ってもまた元にビヨーンと戻るよみたいな。 これが弾力なんです、ね、こう押しても元に戻るこういうふうに寝ちゃった時にあシーツナーとかつくじゃないですか、はい、あれって年を追うごとに戻りにくくなるんですよねそう,すよそうでそれがあの要は戻るののエラスチンのおかげが大きいんですね。とにかくコラーゲンとエラスチンのケアを徹底しようっていう考えのクリームなので食薬のエキスとかの他にコアプラスっていう原料を入れてますこれはあの大豆のエキスなんですけれどもあと他にエラスプロっていうこれ 長いねアスパラゴプシスアルマタエキスっていうエキスを配合してますあとエラスグローっていうこれテトラペプチド5っていうペプチドあとエラスリッチっていうガゴメエキスを配合してますねコアプラスとかエラスプロとか明らかにコラーゲンエラスーンをケアするっていう。 成分を配合していますそのほかに加水分解コラーゲンと加水分解エラスチンコラーゲンとエラスチンそのものも配合されているんですけどもそれがねそのまま神秘の成分そのまま私たちの肌の抗戦成分になるわけではないのでここはなんか訴求成分なのかなっていうふうに思いました、まあ、ただねあのコラーゲンもエラスチンもある程度肌上層の方で腫を腫り感を出してくれたりとかする成分なのでそれもきっとこのピンとした腫り感の使用感には効いてるのかもしれないなと思いました。で刻 具材の方はスクワランとかエステル油、シアバター、シリコーンなどの油剤でまあこっくり感がありながらベタつきのなさを出しているのかなというふうに思いましたあと水系成分としてはグリセリンとかとアクリル系のポリマーこれが配合されていますちょっとこれ乳化作用のあるポリマーなんですけどもあとは浸透促進作用のある成分も配合していますシクロヘキ酸 14G カルボン酸 G エトキシジグルコール結構ねいろんな商品デパコスにもあと意外なことに大好きな大吟醸うるおい美白水っていうのにも 配合されている結構ハイスペックな浸透促進成分ですねかなりやっぱりココナルテクスチャーででピンと張るんですよね結構アクリル系ポリマーが成分表の上位の方にあるのでそれがそこリフトアップ効果になってるのかなってポリマーってね水分をキャッチするとお話したんですけど水分が蒸散してった時にポリマーがキュッて収縮するんですよ一気に張り感が出てきたりとかシワをピンと伸ばしたりとかするんですねなのでそうやってそこリフトアップ効果を出してるのかなっていうふうに思いましたもちろん、ね かククネエキスとかあの新知見取り入れられたハイスペックな成分たちがじっくりと肌の土台からたるみにアプローチをするんだけれども何しろこのクリーム省略コンセプトなのでそこでピン感を演出したのかなって思う使用感になっていますただちょっとね私は混合肌で頬とか口元がやっぱりすすすごい乾燥するんですよねちょっとね油分保湿力が足りないかなっていうふうに思いました冬はこれ一つで油分保湿完了ってすると私は厳しいかなっていう ふに思いますなのでちょっとあのオイルとかを重ねたりとかしていますまあただ速攻張り演出のためには1個持っておいて損はないかなと思うクリームになります朝ピンってハリ感出したいよっていう方とかすごいホールド感があるのでそ朝のおこしにもおすすめです最近ねなんかクリームとマッサージをなんか組み合わせて提案するクリームが今 結構出てるんですよねで、オバジの公式サイトに行くと塗り方マッサージ法とかを紹介しているのでぜひお使いになる方はご覧くださいオバジの場合は下から引き上げマッサージみたい <laughs> ちなみにこれオバジさんじゃなくて施生さんの研究なんですけれども適度な圧っていうのはあの幹細胞の活性化に繋がるそうなんですね張力っていう負荷がかかった状態の方が生化細胞で元気になってコラーゲンとかを 作り出しますよっていう新試験出してるじゃないですか。それと同じで、ある程度ちょっと圧っていう負荷がかかった方が。えっと、お肌にはいいんだよっていうことなんですよね。まとめると、どういう方のおすすめかというと、クリームでここまで。ピーンと春ぐらい、あのリフトアップできるっていうのも。すごい驚きました。お顔のたるみが気になってきた方、緩みが気になってきたよっていう方には、ぜひおすすめです。うちのスタッフの子から、ちょっと聞かれたんですけど。ダーマアドバンストリフトのダーマって、ダーマペンのダーマ。 でもねダーマペンのダーマっていうのじゃなくてあのダーマっていうのは古代ギリシャ語の「皮膚」っていう意味スキンっていう意味です。よくね、古代ギリシャ語って医療で使われる言葉なんですね。でスキンっていうとすごそうじゃないのでダーマトロジー皮膚科学っていう意味なんですけどを想起させるネーミングによく使われます。であと なんか敏感肌にキ目肌でも使えますか?」って言われたんですけどちょっとエタノール入っちゃってるんですけれども抗配合ではないと思われるので敏感肌でもいいかなっていうふうに思いますでもちょっとねどんな成分にも合う合わないの個人差があるのでご心配な方は少量ずつ試しながらお使いいただけたらと思いますで続いてはこちらですコスメデコルテリポソームアドバンスドリペアクリームこれ今私がもう夢中になってるクリームです 結構ゆるいテクスチャーなんですよね好きすぎて削りすぎました今、うん、かなりねあの本当にこういう結構ゆるいテクスチャーでかなり伸びがいいんですけどもしっかり保湿されてるのねこれねこの使用感は後で詳しくご説明するんですけど普通のクリームと全然違う使用感ですボンって油分ごと肌の中に浸透するイメージ油分が肌の中に浸透するイメージってないでしょう全然、ね、肌面がベタつかないの 肌内部が保湿されてるっていうクリームです香りもちょっとグリーンフローラルみたいな香りがします間違ってたらごめんなさい <laughs> 実はねちょっとこの私が夢中になっている理由を商品説明の前にしたいと思うんですけどあのぜひ聞いてくださいリポソームクリームって私実は過去にあのリオ時代開発したことがあるんですよ本当ね普通のクリームと全く違うんですよね製法もまるで違うし全然これは成分表を見ただけでパってわかるような あのクリームでではないんですね普通のクリームと全く違うのは製法だけじゃなくって使用感もそうで本当にさっき言ったみたいにクリームが ボンってて浸透して肌上に残らない感覚これは本当にねすごくて実はデュオ時代のあのリポソームクリーム熱狂的な支持を得たんですよ実はねデュオって他にフェイス用のクリーム出してたんですこのリポソームクリームはハンドクリームとしして出したんですよ本当ね中身はもう最先端の高級クリームだったんですけれども「ハンド」っていう名前つけちゃってハンドクリームとして2,000いくらかで売ってたんですねまあなののでお値段がバグっっちゃったのね。 全然原価とご提供する価格が全然あのちょっと合わなくってあの廃盤になってしまいました後肌にオイル感が残らないのにどのクリームにも負けない保湿力があるんですよずっとこのデュオのハンドクリーム廃盤になってからずっと本物のリポソームクリームを探し求めてたんですねようやくわーこれすごいと思って出たのがコスメデコルテさんのリポソームアドバンスドオリペアクリームだったんですこれはリニューアル品なんですよね今回ナイトバイオ多重層リポソームが あ。<music> 1>, 1回の使用量 1g らしいんですけどもなんと1兆個も含まれているそうなんですよねさすがコスデコさんだよね,ねすごいリニューアル前はジェルクリームタイプでちょっと油分が少なかったんですよね,なんかね油分がどうしてもリポソームのクリームにする時にあんまり入れられなかったそうなんですなんですけど今回は油分もしっかり配合することに成功したこのナイトバイオ多重層リポソームっていうのは0.1から0.4ミクロンの超微細なカプセルなんですねでこれが 睡眠中という長時間にわたって多重層だから、玉ねぎの皮があのよく言われますよね。あの1枚1枚こう溶けて溶け出すように、じっくりと確率に潤いと美容成分を届けていきます。よっていうカプセルになりますね。で、これが今リポソーム技術なんですけど、私実際使ってみて。朝起きたらしっとりしてるんだけれども、ハリのある鼻が完成してるって感じなのね。 リフトアップまではいかないんだけれどもかなりちょっと張り感も感じるしこのねほんとべたつかないのにお肌の中がほんとしっとりしてるっていう感じは是非実感いただきたいと思いますこれナイトクリームなので睡眠時間を美肌時間にするっていう睡眠美容が取り入れられてます寝てる間にいいことしますよっていうクリームになってますプラス3時間多く眠った肌にっていうのがキャッチコピーなんですね美容成分が時計遺伝子っていうものに着目したシャルドネキスが 配合されてますこれはナイトクリームなので夜だけの効果を狙っ言ってるんですけれどもお肌の細胞も実は時計遺伝子のリズムにこうしていろんな遺伝子が働いてるっていうことがあの分かってるんですよねこのシャルドネエキスは夜は脂質セラミドの素とかですねの運び屋タンパクって言われる ABCA12 っていう遺伝子を活性化させます日中はフィラグリン NMF っていう天然保湿因子の素 となる物質ですねそれの酸性を活性化させていくっていう原料なんですねどんなにまあ本当に睡眠不足だったりとかこう結構不規則な生活をしていってもシャルドのエキスを使うと肌リズムが整ってバリア機能があの強化されていきますよっていうエキスになりますだからねあのこれ朝使ってもいいんですよねその他の成分として 肝臓ヘキスっていうのもメインで配合されています。えっとこれどういう成分かというと、あのセラミド酸性を促進してくれたりとか、あと抗炎症、これ嬉しいですよね。あとヒアルロン酸とかグルタチオンの酸性促進効果を持っている肝臓ヘキスを配合しているんですね。他にはえっと擬似セラミド、あとエクトインって言って砂漠でもあの水分を保持し。 して生きていけるよっていう微生物が産生するアミノ酸って言われるあの成分も配合されてますね。だから保水力にも。一回使ってみて感じました。うん、なんか肌、うん、起きたら肌元気になってる、うん、感じる感じる。私多分一時間しか眠れない人とか結構ザラなんですね実は。うん、なんですけど起きたらすごい透明感バッ。 も出てるししっとり感もすごいしもちろんなんか他に使ってるワクチナイザーとかのアイテムのおかげとかもあるんですけど感動します、えっと、機材としてはもうこれはねあの冒頭にも言った通りリポソームクリームクってのレシピなんですよねで成分表でででは本当に分からないですないすすんけど一応油剤としてね何のオイルが配合されてるのみたいな気になってくると思うので、えっと、ご紹介すると水天ポリデセンっていう炭化水素いわゆる植物油とはちょっと違う炭素と水素だけでできた、まあ、油剤というか。 熱ととかか酸化とかに安定性がすすごい高い高んですねでしかも油性感がなくてさっぱりとした感触なのですごいあの好まれる油剤になりますねあとは低粘度のシリコーンあのさっぱりめだけどしっかり保湿するシリコーンが配合されています。植物油ではメドホーム油 メドホームインってね、よくね、ヘアケアとかの、あの、トリートメントとかに配合されるんですけど。結構、あの、コクがある、やや粘度が高いね、あの、オイルなんです。酸化安定性がすごい高い植物油なんですね。では、ね、あ酸化しにくい油っていうふうに思っていただいて、いいと思います。植物油なのに、酸化しにくいオイルです。で、水分蒸散を防ぐ効果も高いし。エコセン酸っていう、あの、脂肪酸が60%以上含有されているオイルなんですね。これって、あの、毛穴を詰まらせることなく、肌に吸収されるっていう。 言われる脂肪酸なんですね。すごい本当にいいオイルになってきます。で、あとはあのマカデミアナッツ脂肪酸フッ素ステージル大丈夫今噛まなかった大丈夫,大丈夫はいが配合されてます。これねパルミトリン酸が豊富な成分でパルミトリン酸ってあの年齢とともに減少してしまうって言われているのである程度補って。 あげた方がいい脂肪酸の種類になりますね本当なんかもう一回ね実際使った感想をちょっと言わせていただきたいんですけどシリコーンが割と成分表の上位に配合されてるんだけれども最後に塗るアイテムなのでこれって正直ね最後に塗るアイテムだからシリコーンがこう配合されても私個人的には気にならないんですねただスキンケアの序盤で使う美容液とかにはあんまりシリコンを配合されてるのが個人的にはおすすめじゃないですねただスキンケアの最後に塗るこのクリームナイトクリームっていうアイテムでは全然気にならないかなっていう,うに思っています 例えば10万円のクリームとか私あのたまにね大米イイはたいて買って。 使うんですけども本当にどんなな高級クリームすする圧倒的な仕上がりです本当に塗った瞬間ねえーってもうオイルが中に入っちゃったみたいなどんなに重ねてもクリームが肌と一体化するっていうかコスメデコルテさんは肌に成り代わるっていう言い方をしてるんだけれども本当にクリームが肌と一体化する感覚私もね本当にこれにもう夢中でこれしかもう使えないぐらいになってるんですけど、まあ、一応研究のためにいろいろはあの使ってはいるんですけど一番大好き 私の美容理論としてまたこれはちょっと別の動画でお話しするんですけども保湿って肌肌表面肌上層のお話なんですよねここはヘアケアでいうリンスの役割肌表面コーティングするような 役割なのでプチプラでもいいですよプチプラでもいい製品いっぱい出てますよって常日頃から言ってるんですねもう保湿アイテムプチプラでもいいよいいもの出てるよって言ってあの前の動画でもご紹介したんだけれどもあのね予算があるならぜひこちらを使っていただきたいです本当にそれぐらい本当におすすめです本物のリポソームクリームって こんなに違うんだっていうクリームの概念覆されるのでぜひお使いいただきたいと思いますで、どんな方にちょっとおすすめかっていうと敏感肌で混合肌の私が今夢中になっているクリームですクリームの概念を覆したい方身不足気味で朝のしぼみ肌が気になる方におすすめです 敏敏感感肌肌肌キビ肌でもも使使えますかっていいうにご用ただけると思います私自身敏感肌なので全然大丈夫ただリポソームを機材にしているような本物のリポソーム商品って稀に肌に合わない方っていうのがごく稀なんですけどいらっしゃるんですね、まあ、これはね本当にどんな成分も肌に合う合わないの個人差があるのでご心配な方は少量ずつお試しくださいあとニキビねこれもオバジのクリームと一緒で炎症ニキビのところには絶対避けてください。クリーム 自体が炎症ニキビには厳禁なので蓋をして悪化させてしまうのでちょっとそういう方にはお使いいただけないかなっていう感じですね。 いかがでしたでしょうか？えっと高機能デパコス2品おすすめクリームをご紹介したんですけれども本当にね。ちょっとコスメデコルテさんのクリームの方はあまりに夢中すぎちゃって、ちょっと力が入ってしまいました。この2つのうち、どちらか使ってみたいなって思ってくださった方がいらしたらいいなっていう風に思います。この動画があのためになったよ。とかあ、それも使ってみたいみたい。思ってくださった方はぜひ高評価チャンネル登録お願いいたします。ではまた。